絶対ある。な、さっき見たよ。さっき見たよ。あれ？さっきあったけど。あ、それやそれ。ちょっと待って、撮ってくれていい？ここにもあんねん。じゃんじゃんじゃじゃーん。じゃんじゃんじゃじゃーん。愛が求めてた。イエーイ！やっと見つけた。やっとお会いできました。念願の。つくしちゃんです。つくし？さい、あ、ほんまに？嘘。あ、ありがとうございます。今知らんけど、うん。ありがとうございます。いや、こんな。あ、ほんと。ありがとう。あー、ないか。じゃあもう開いてもうてんねんな、ほうが。あ、テントムシと、テントムシとセットでいます。おいでなさい。逃げられる。もうでも かわいそうか捕まえたら。チャラララチャチャン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 。カマ取りました。今からちょっと塩茹でします。つくしの難点はこう爪が黒くなるということですね。はい、確かね、この青いやつわかるかな。この青いやつは多分美味しいのよ。このもう頬が開いてもう花粉がピーンって飛んでいってるやつはちょっとなんか美味しくないっていうような風に、苦いという風に聞いたような気がするんですけど、まあ一回調理してみたいと思います。まあ砂糖醤油、お酒と甘辛く、こんだけしかないからな。作ってみたいと思います。じゃがじゃーん、できました。つくしの甘辛煮です。卵とじとか天ぷらとかいろいろあるんですけれども、私はこれが一番好きでございます。もっといば取れたらよかったんけど、やっぱもう少なくなってるということで、本当にもう春の珍味でございますわ。うん、ありがとうございます。ちょっと味見してみますね。それではいただきモース。じゃあこの、じゃあ頭のところ行きましょうかな。それじゃあちょっとなんか黒光ってるやつをいただきたいと思います。おいしい。この独特の苦味とシャキシャキ感、癖になりますよね。皆さんもぜひ食べてみてはいかがでしょうか。